第68回全日本大学バスケットボール選手権大会、これより女子準決勝第2試合です。第2試合は早稲田大学対東京医療保険大学の一戦。今コート上はレフェリー、そして両チームのスターティングファイブのコールへと続いていきます。さあまずは早稲田のスターティングファイブ。それでは両チームのスターティングメンバーをご紹介いたします。まずはじめに白色ユニフォームの早稲田大学、22番田村未来、キャプテン22番田村未来、7番加藤のぞみ、10番萩尾千尋、17番中村泉、24番今中アンナ。以上5選一緒になります。スターティングファイブは変えずに今日を迎えています。今度は東京医療保険大学、キャプテン3番平松明日香、インサイドの要7番ワンシン、14番岡田恵里、57番若原真奈美、そして74番水野奈穂でございます。こちらもスターティングファイブは変えずに迎えています。このカードは関東大学リーグ戦でも実際にありまして、その時は1勝1敗、初戦は67対79、2戦目は83対55。ティップオフを迎えます。ボールは東京医療保険大学が取りました。水野、そして57番の若原、そして岡田が左回り込んでスリーポイントを打ってきた。まずは最先よく平松明日香です。平松明日香、まずはスリーポイントを決めてきました。ボールは早稲田です。加藤が今度はゴール下で勝負した、決めてきました。加藤のぞみが決めています。関東リーグ優秀選手賞を受賞しています。今度は東京医療インサイド、これはファウルがありました。背番号10番萩尾千尋、すぐに打ってきました。打ったのは74番水野奈穂です。そして早稲田、今24番の今中のシュートが外れて、おっダブルチームいきますが、これはくぐって医療保険大学一気に上がっていきます。平松ゴール下、最後は7番ワンシン、まずは東京医療保険大学がイニシアチブを取ったか。そして勝負に行きましたが、22番田村未来、これはディフェンスファウル、平松のファウル、シュートモーションでのディフェンスファウルでした。田村未来のフリースロー、1本決めました。田村未来は今年の関東リーグ最優秀選手賞、さらにスリーポイントランキングもトップ。2本目は外れて、ボールは東京医療保険大学。水野、そしてワン、後ろから水野のシュート決めました。水野が決めています。9対3、早稲田、ここは加藤が決めていきます。9対5、残り8分7秒6秒、第1クォーター、おっと弾かれますが大丈夫です。ここは若原、そして平松が勝負できるか。ショットクロック5秒から、勝負できるか。平松が打ってきたスリーポイント決めてきました。
平松が決めてタイムアウトは早稲田です。残り7分42秒、スコア12対5。東京医療保険大学がまずは好スタートを切った形で早稲田がタイムアウト。平松のスリーポイントから始まり、今日2本目ですね、早くも。そして水野もシュートを2本決めています。このカード先ほどもお伝えしましたが、関東リーグ戦でも顔合わせがありまして、その時は初戦は79対67で医療保険大学、2戦目は83対55で早稲田。とにかくどちらかがスコアを取れば、スコアを取った方が優位に立つというこのカード。早稲田もレギュラーシーズンは数少ない敗戦のうちの一つがこの医療保険大学戦でした。早稲田も昨年は悔しいインカレ5位。なんとしても返り咲きを狙いたいところです。そして今中のシュートがあります。今度は医療保険、おっと一気に上がってきました。83番宮坂です。医療保険大学はとにかく選手交代を頻繁に行っていきます。今日も選手交代を頻繁に行いながら的を絞らせない攻撃をしていきます。ディフェンスをしていきます。早稲田ボール、インサイド今中、ここは7番のワンシンがつく。そして今中のシュート、これはゴール下にファールがありました。宮坂のファールでした。宮坂のファールでここで一気に選手が変わります。レギュラーシーズン同様、選手交代を頻繁に行いながら戦っていきます東京医療保険大学。早稲田のボール、シュート外れてボールは東京医療保険大学。宮坂、ワンガ、ここはしっかりボールをキープして外、一気にレイアップシュートを狙いますがゴール下の攻防、早稲田。そして一気にスリーポイントシュート、田村のスリーポイントは外れますがリバウンドを東京医療保険大学。そして今度はこれを落としました。藤本のシュート外れた。速攻ですぐに上がっていきましたがシュートは外れています。早稲田ボール、加藤、無理だった、田村、ゴール下まで早稲田ボール、リバウンドを取ります。そしてもう一度田村、これも決まりません。また早稲田、最後は今中です。今中がゴール下詰めていました。14対9、じりじりと早稲田が点差を詰めていきます。宮坂、ここは中に入りたいところ、そしてようやくワンシーン、外に振ってスクリーンを使う、ミドルシュートを打った、これは外れた。藤本のシュート、やリバウンドは東京理法系大学。37番森田のシュートでしたがこれはラインを割っています。そして選手を変えます。そして岡田と水野が戻ります。こうして短い刻みで選手を変えていきます。東京医療保険大学、森田から外、岡田のスリー決めてきました。ショットクロックギリギリで岡田がスリーポイントを決めた。17対9、残り5分6秒第1クォーター。そして今中のシュート決めてきました。24番今中のシュートで17対11、残り5分切っています。第1クォーター、岡田、これはボール取った、その後のファール、岡田のファールです。
早稲田がスチールに行った後、岡田がファールをして、そしてまた選手変わります。宮坂と永原が戻りました。おっと、これよく、いや、ボールは早稲田か、早稲田です。そして加藤、加藤がどうするか。ここは高田がレイアップシュート、決まりません。リバウンドは57番永原、そして宮坂上がっていく、若原です。そして宮坂、スクリーンを使って早く優位に進めたい。そして岡田、まだターンしながら後ろからスリー、あー、これはリングに切られますが、リバウンド医療保険、これも決まらない。ラインを割っていきます。そして選手変わります。水野が入ります。ワンも戻ります。こうして短い時間刻みで選手を変えていくのが東京医療保険大学恩塚徹ヘッドコーチのいつものスタイル。そして右サイドに攻めていくのは早稲田、これはオフェンスチャージがありました。田村でしょうか、田村のオフェンスファール。そして早稲田も選手が変わりました。中村泉がコートにしています。そして若原、もう一度宮坂、スクリーンを使って今度は入っていけるか、入っていった、しかし決まりません。早稲田ボール。そして中村泉、右サイド回してきます。加藤、加藤から外、ミドルシュート決めてきました。33番中田珠美、じりじりっとまた早稲田が詰めていきます。宮坂、ここはインサイド使ったワンシーン、決めてきました。やはりインサイドにボールを集めたいのが東京医療保険大学か。そして早稲田、加藤、そして17番の中村泉、右サイド振った、そしてインサイド入って、今中はどうだ、ポストプレー制することができるか。いや、リバウンドは東京医療保険大学。残り3分切っています。第1クォーター、水野、これはボール弾かれて早稲田ボール、加藤を持ちます。そして今中のミドル、ゴール下の攻防、これはノーホイッスルだ、アウトオーバーンズ、東京医療保険大学ボールです。そして早稲田は14番の田中真美子コートイン、そして東京医療保険大学も選手変わっています。平松が戻っていますか。この平松、ファールです。21番の高田静香、そして頻繁に変えていきます。東京医療保険大学、そして岡田が戻っています。岡田のミドル、リバウンドは医療保険よく取りましたが、これはライン終わっていました。最後滑り込むように取っていったのは25番の津村由里子、そして77番藤本もコートイン。一体何回選手交代が行われるのかと思うぐらいのいつものスタイル、東京医療保険大学。早稲田、ここはしっかりと冷静に詰めておきたい。ゴーポスト、外から高田のスリー、決まりません。一気に上がっていく岡田、そしてワンシーン、逆サイド平松のスリー、リバウンドワンシーン、そしてもう一度平松、平松が
さあどうする、ショットクロック4秒から、岡田打てるか、これは少し投げるように打ってオーバータイムです。24秒オーバータイム。そして早稲田は萩尾が戻りました。残り1分30秒切っています。今のうち詰めておきたい早稲田。ポストプレー中田珠美、わーその場上がっていったのは医療保険、そしてカットイン決めました。3番平77番の藤本のカットイン。そして今度は早稲田です。ファールがありました。加藤ですね、あ、ワンシンです。ワンシンのファール、ワンシンは個人ファール1つ目、東京医療保険大学個人ファールは4つ目になりました。そして一気にレイアップを狙いましたが、これはボールは東京医療保険大学、平松から岡田のスリー決まりません。ゴール下早稲田リバウンド、残り40秒切ります。右サイド加藤、加藤から田中、そしてスリーポイントシュート、打ってきたのは17番の中村泉でした。これで21対16、残りもう24秒切っている。時間をかけた医療保険、平松誰を使う、スクリーンを使いながらも中に、いや最後はワンシーンを使いました。あ、失礼、藤本です。藤本のゴール、藤本決めて、さあ最後ゴール取ったところで第1クォーターが終了しました。第1クォーター終了して準決勝第2試合、早稲田大学対東京医療保険大学は23対16、東京医療保険大学が7点リードして第1クォーター終了しています。